おはようございます。ただいまポミ君お2階から降りてきます。避難してベッドの下にいるの。結局来ないや。泣いてるからね。朝一大暴れして寝てたんだけど起きましたね。今9時半過ぎかな。毎日そんな感じ。出しなさいよって言っております。お父さんね、9時過ぎぐらいに仕事出ました。今日カイロなんだって。ご飯食べてない子誰でしか。ポミ君のご飯は食べようとして。まったくもう。ポミ見に来てますね。遊んでるよ。今ポミ君のお気に入りの赤いボーンを噛んでたんですよ。それをずっと見てた。貸してあげてんだよね、もうちゃんと。で、自分でも取りに来るし、サムが遊んでる時は貸してあげてる。ちゃんと。共有してますね。同じおもちゃに興味がある子が今までいなかったからね。不思議な感覚なんだろうけど。来たな、ポミタン。ポミタンのおもちゃ持ってるから取りに来ていいよ。ポミちゃんグッボーイね。今ママのアイアンについてる何かを噛んでるね、この子はね。昨日はね、私追いかけまして、ここの段まで階段登ってました。びっくりしたよね、もう。ついてこないだろうと思ってたら乗ってたと思って。ほっといたらゲージ入って寝てた。珍しい。いつもピンクのベッド入るんだけど。なんだ、自分のお家って分かってるんじゃないのよ、もう。ポリコね。ポミタ、ママお出かけちょっとしてくるからベビーのこと頼みましたよ。お願いしまーし。サニ君はね、タブしかここに入ってたはず。いた。はい、いましたね。で、サニ君もよろしくねー。今日私久々のセラビーで11時からなので、今10時45分になったのでお家出ようと思います。帰りにトレジョーだけ寄れたら寄って帰ってきて、サムにご飯あげてからまたコスコに買い物に出ようと思っておりますので、うまくいけばいいなと思ってます。お家に帰ってきました。サム朝ごはん全然食べなかったのに今完食したね。8分の1しかあげなかったんだけど、全部あげてもよかったかな。まあいっか。もう一回さ、コスコから帰ってきたらあげようと思ってて。で、ポミはさ、朝さ、サムがさ、お父さん抱っこしてたんだけど、ご飯取られちゃうと思ったらしくて、すごい早食いしたらさ、全部さ、詰まって吐いたんだよ。いつも早食いなのに。んでも多分お腹空いてるだろうからと思って。前にどこかのフェアでもらってきたおやつサンプルをあげてるんだけど、喜んで食べてるからどうじゃ。お腹空いちゃったね、かわいそう。ゆっくりでいいのよ。そう、やっちゃえやっちゃえ、グーボーボーム、やっちゃえやれ。ほんとにもう、それ上寄って帰ってきたのでお買い物してきたものなんですけども、ハニーバターのポテチ、お父さん食べないとか言うのにさ、食べるからさ、もういいやと思って2つ買いました。いつも通りトマト買って、ちっちゃいアボカド買って、クリームチーズとホールウィートですね。私パン焼くときに全粒粉混ぜるの結構好きなので、中で買ってきました。ちょっとね、これとこれはまた別でパン焼こうかなと思っております。私のさ、大好きな命の水スパークリングウォーターが新しいフレーバーが出てて4種類おーと思って1個ずつ買ってみたんだけど、グレープフルーツ、パイナップルとクランベリー、クレメンタイン、アイランドコラーダ、これは一番味がちょっと想像できないけど、まあ多分ピニャコラーダみたいなココナッツっぽいフレーバーがすんのかなと思ってるんだけど、どうだろうね。まあこれは絵でわかるけど、クランベリーとオレンジっぽいのかな。で、パイナップルとグレープフルーツはわかりやすいんだけど、ラベルもちょっと変わって今まで見たことのない感じだったので買ってみたので試して飲んでいこうと思ってます。なんかおとなしくなっていないなと思ったらさ、サニ君と一緒にここ入ってて一緒に出てきたんだけど、何してたんだろう。サニも今2階行ったんだけどさ、仲良くなったのかな。ダメよ、それお掃除するやちゅう、バッチバッチよ、ダメよ。はいね、何してたのあなたそこで。びっくりよ、どこでも行っちゃって。あ、タニ君来たよ、ほら。タニ君になんか教えてもらったの。すごいね、何でも教えてもらいなさい、タニ君に。のーよ、もうそろそろ疲れたんじゃない？ねんねしないの？そこ生えたいの？しょー。何こっち木なの？あ、しょー。いいねー。うわ、サニ。なに？そうやってサニくんのことやるからでしょー？サニ、爪立ててなかったね、今も。優しい。サニ？サニ？グッボーイ！グッボーイ、サニくん。サニくん、グッボーイだなー。サムちゃんダメよ、もうサニくん嫌だって。チャイされたでしょ？チャイされたら嫌だってことなの。ね？
さっきひとしきりポミにも吠えられて怒られたんだよね。ポミたん優しいね。みんな優しいベビーに。ギジ入れてもおとなしかったから多分寝ると思うので、その間にコスコに行ってこようと思います。ポミくんのさ、ヨーグルトがなくなっちゃったから、ヨーグルト売ってるところに行こうと思ってるので、少しね、距離があるんだけど、いつも行ってるところよりね。まあ、お野菜とかも買ってこようかなと思っておりますので、行ってこようと思います。行ってきまーす。お家に帰ってきました。ポミくん、お利口さんにお留守番してたぜって言ってた、さっきベビー。お利口だったんだってベビー、よかったね、ありがとう。本当にすごくお利口なんです。今私帰ってきても騒がないで待ってる、ずっと見てるけど、眠い時間なんだろうと思うので、このままほっとこう。コスコで買ってきたものはアスパラとマッシュルームとパワーグリーンズ、いつも通りのやつね。グリークヨーグルトですね。ドライタンジェリンかな。お父さんこういうのすっごい好きなの。前に見かけた時に美味しそうだねって言ってたんだけど、まあいいや、また今度ねって言ってて、さあ少しだけ今日安かったから買ってみたので、お父さんにあげようと思う。それからこれね、出してないんだけど、ロティサリーチキンがさ、焼きたてでさ、お兄さんが並べてて、あんまりにも美味しそうだったので、買ってしまったんです。ちょっと見えないかもしれないけど。ご飯炊いたんだけど、私チキン食べようと思う、ランチ。もう2時半なんだけどさ、もうなんかギュルギュルになっちゃってますね。洗濯物だけ畳んで、ご飯食べよう。あら、騒ぎ始めた。めっちゃね、雷が鳴って雨が降り始めました。やだなぁ。さっきね、ふと天気予報を見たの。そしたら雨予報になってて、あ、そうなんだと思ったらいきなり降ってきて。で、お父さん、私が嫌いだから雷大丈夫かって今連絡してきたけど、ちょっとゴミとか捨てたいから少しだけ外出ようと思うけど、散歩には行けそうにないね。7時を過ぎたのでお散歩に行ってこようと思います。雨はね、止んだんだけど、夕立みたいな感じでバーッと降ったんだけどね、多分もうね、降らないとは思うんだよね。雨降る前はものすごい分厚い雲かぶってたんだけど、あっちの方にあるかな、だから大丈夫かなとは思うんだけど、それでもまた降ったら私ポミ抱えては走って帰ってこれないからさ、近所一周だけしてこようかなと思ってます。雨降る前はさ、ものすんごいムシムシしてて、私こんなにムシムシしてるのこっちで感じたの初めてだったんだけど、びっくりして、でおかしいなと思ったら雨が降ったわけ。今はだいぶ良くなったけど、それでもかなりモイスチャーがあるっていう感じがする。もっとカラッとしてるもん普段。ハリケーンの影響なんだなと思って、すごいよねって思いましたね。お天気大丈夫そうだし、お友達に会いに行ってこようかなと思ってます。前に大きいワンちゃん2匹歩いてて、すごい攻撃的な子たちだから、ポミ休憩したいっていうので、ちょっと座ってあの子たちが先に行くまで待とうと思います。かなりね、散歩のペースがゆっくりな子たちなのね。ポミすぐ追いついちゃうんだよね。体の大きさポミの5倍ぐらいあるのにさ、ポミが早いんだと思う。私はもうちょっと休憩する？行くも行く？休憩どっち？もうちょっと休憩しよう。あ、ポミちゃんここ団子できてるじゃん。この前団子取ってあげたばっかりなのに。じゃあお家帰ったらまた取りましょう。お友達いる気がするぞ。私一人おとなしい方の子が座ってる。白い子の方がね、結構ワンワン言うんだけど、なのでポミ気づかないで行っちゃったね。お家に帰ってきました。ポミくん今団子取ってあげた、起きたらしいので、もうみんなお腹空いてるだろうからご飯にしていこうと思います。ポミくん、じゃあ先ご飯しましょう。サムちゃんお家にいるから大丈夫だからね。大丈夫よ、サムちゃんお家ね。ポミくん食べれましゅ、ゆっくり食べて。サムちゃん来ないから平気よ。オッケー、ちょっとうるさいだけだから大丈夫よ。ね、じゃあお手して、お手は、お手、上手、よし。ゆっくりよ、ポミ、ゆっくり。ゆっくり。ガニガニして。そう、ガニガニ。上手、上手。ちょっとやっぱり早いよね。少し噛んでる音もするし、OK かな。ちょっとヨーグルトしましょう。大丈夫、サムちゃん来ないから平気。怖くないよ。お手、おかわりもう一回して、お手。おかわり、上手、よし。グッボーイ。ゆっくりよ。上手、ポミ、グッボーイ。サムちゃんもうちょっと待っててね。ポミくんごちそうさまだって。お顔めちゃくちゃヨーグルトまみれにしてるけど、これベビーのご飯じゃん。知ってるでしょ。さっきちょっと盗み食いしちゃったんだよね、いない間にね。あ、お水びちゃびちゃにこぼしてますけど、この人も本当に。ねえ、お水こぼったの。サムちゃん、ダメよ、こぼったらこんな。
めっちゃまたポミにちょっかい出しに行ってるけど、ちょっとご飯食べる前にママこれキレしないといけなくなっちゃったじゃん。サムちゃん待ってて、サムご飯、はいどうぞ、ひもみじ入れてあげるからね、ちゃんと食べてよ全部、お腹すくよ、それ1回分の量じゃないんだからね、その半分なんだから全部食べないと。上手ね、結構しっかりガツガツ食べてるね。お腹が今は空いてるんだな。結局ちょっとだけ残して遊びに行っちゃったよ。どこ行った、あの子は。もうトミー、ベビー探して。いたじゃん、いたいた。サムちゃん何してたの。強い、トミー強い、すごいじゃん、クボね。サムちゃんご飯全部食べないとダメよ。トミーくん遊びたいの。トミもなんか過ぎ去りざまとかにコーヒーを加えてくる。あ、やってるよ。あ、しょぶあしょぶしてる。ポミもさ、尻尾プリ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 してたからさ、遊んでるつもりだったんだね、あれね。ポミちゃん上手、おりこ、ありがとね。もう10時過ぎてるんですけど、お父さんご飯食べて帰ってくるって言ってて連絡ないし、ということでこの前買ったこのブラウニーを焼いてみようと思います。チョコチップとくるみと、あとココナッツフレークもプラスして焼こうかなと思ってるので、やっていこう。お父さんがトイレ行きたいの？もう眠くてしょうがないから、お父さん帰ってきても無視ですね、この方ね。あ、お父さん早く着替えてトイレ行っといて。ブラウニー焼けました。もう11時過ぎてるし、ちょっと冷まさなきゃいけないから、これは明日食べようかな、お父さんに食べてもらおうと思います。やっぱりブラウニー食べるっていうのであげました。どうなの感想は。なんか 生のチョコレートがある。あ、チョコチップ入れたから。あ、ほんとか。生のチョコレートがあるじゃない。あれ、ブラウニーってチョコチップ入ってたんだ。いいの、私のアレンジです。美味しい。じゃあ、こってやったの。お父さん、外がカリッとしてて中がしっとりしてるのがいいって言うんだけど、焼きたてじゃないとさ、その食感じゃないからさ。じゃあ今食べなって言ってあげた。食べはげで申し訳ないんだけど、私にはちょっと甘いけど美味しい。粉がね、こっちの粉と違うよね、香りがね。こんな時間に激しく遊んでますよ。お父さん今からコーヒー飲もうとしてる。トゥートくん、おやすみなしゃい。今ポミくんチッコしに行ったね。ポミくんとってもお利口さんのいいお兄さんになったよ。ドログね、ポミ君に目よってしょっちゅう言ってたし、一番のね、弟分だったのにね、もう兄貴になったよ、すごいね。サムちゃんさ、女の子なんだけど、とっても凶暴なの。凶暴なのかな？パピーだからしょうがないけどね。でもね、トト君、女の子はもうちょっとおしとやかにした方がいいと思うよって言っといてあげてください。お願いします。お父さんの髪の毛ブチブチやったりさ、耳噛んで大変でしょ。お父さんはおもちゃだね。トトもお父さんはおもちゃだと思ってたもんね。ね、お父さんと仲良くしていいね、みんなね。いや、今日もね、一日ありがとうね、トト。ゆっくり寝寝してくださーい。おやすみ、おやすみ、おやすみ。一丁前に寝てますね。あたちここですって言って。お父さんお願いします。最後寝かしつけですよ。サムソーセージ拾ったの。眠いんだよね、眠いときおとなしいんだよね、中国ね。はい、サムちゃんこれにして、ね、おやすみ。じゃあタムちゃんおやすみ。おりこたん、あ、おちっこってる。おりこ、おちっこしてからねんねしゅんの。グッジョブベイビー、グッジョブ、グッジョブ。おやすみ、シュニクおやすみ。今日もベイビー泣くかな。朝だけだね、泣くのね。はい、ありがとうね、今日いろいろ教えてくれてね、ベビーにね。掃除用具入れで何をしてたかだけはママわかんないけど、何回も猫パンチ食らわしてましたけど、教えてるんだよね。嫌なことはしちゃいけないって教えてんだよね、サニクね。でもさ、こんなに早くにサニクから猫パンチ食らったかはママ初めて。だってサニクここに入れてねんねしゅるのが好きなのもんね、ベビーね。ポンポン入れてねんねしゅるの好きなのに、こうポンポン入れてねんねんはできないね、あの子はね。しょうがないね。これからもね、いろいろ教えてあげてくださいね。今日も一日ありがとう、シャニくん。ゆっくりねんねんしてください。おやすみ、おやすみ、おやすみー。
Yeah. 那你最想在想念呢？最高山だな、ポミは。一番の見本になってるね。お手本って。お兄さんだもんって。悪いことしたら目って言うしね。しつこくしちゃいけないのよっていうのも教えてくれるしね。おもちゃも貸してくれるし。ポミおりっこ。ほんとにおりっこ。ベビーのことよろしくねって言ったらちゃんと見ててくれるしね。ベビー探してきてって言ったら探してくれるしね。ありがとね、ボミ。まだ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 いろいろベビーに教えなきゃいけないことあるけど、これからもボミよろしくお願いしますね。一緒に遊んだり、お散歩行けるようになるの楽しみだね、ボミさん。ちょっと我慢しなきゃいけないことも増えるかもしれないけど。いいよね。兄弟ができることの方が嬉しいね。今日も一日ありがとうね。ゆっくり眠してください。おやすみ。おやすみ。おやすみ。おやみぐっぽーい。本日も無事にベッドに入りました。ただいま2時15分ですね。お父さん帰ってきたのがね、11時ぐらいだったから遅かったので、で、その後ね、ささっとお風呂入って寝ればよかったんだけど、ちょっとおやつ食べちゃったりとか、あとポミと遊んで、サニと遊んでからサムと遊んでみたいな感じ で最終的にマリオカートしてたから遅くなっちゃったんですけど、お父さんはねベッド入ったらすぐにコテンとお休みになりますので寝ております。今日はね久々のセラピーだったんですけど、そうセラピーの後に私何もお話ししてなかったと思うんですけど、結局今日で最後っていう形にしました。というのはこのまま続けるなら続けてもいいとは私もお父さんも思っていたんだけれども、私の今のこの状態はもう彼女のセラピーの範囲ではなくって、フィジカルセラピーの方で相談した方がいいっていう状態だろうっていうことで、エビーのところに通うまでは慢性的に常に痛かったわけ。腕とか肩とかもう右半身がとりあえずずっと痛かったんだけど、それがねまず改善されたわけ。慢性的に常に痛いっていう状態ではなくなって、首も大丈夫、肩も大丈夫、あと肩甲骨のところ、背中の本当に重さも取れてすごく良くなったのね。ただ腕を後ろに持っていくとここまでしかいかない、手はある程度のところまでしか上がらない。一番痛いのは背中に手を回すことなのね。それはもうここの動きが悪くなってるっていうことで、もっと違うストレッチをしたりとか、もうそれ自体を治さないと結局その痛みは取れないで、しかも慢性的な痛みではなくて、それって突発的な痛みなわけじゃん。こうしたら痛いっていうのはさ、彼女がやっているセラピーの範囲ではないのね。エミリーも正直にフィジカルセラピーの方に行った方がいいって言ってて、そのまた慢性的な痛み、例えば肩こりが出てきた、腰痛が出てきたとかっていう時にはもちろん戻ってきてって言われて、これ以上私には何もできないのでごめんねって言われて、もうそればっかりはさ、謝られてもちゃんとさ、こう範囲があるわけでしょ。だから気にしないでって言って、ありがとうねって言って、じゃあ次また会えることを楽しみにしてっていう形で今日で最後にしました。なので今の私からすると、別に常に痛いわけではなくて、本当に突発的に痛かったりとか、あとね右側をこう下にして寝てたりとかすると痛いのね。やっぱ体重がかかるから、そういうところを気をつけていけば、ずっと常に痛くても痛い痛い痛いっていう感じではないから、痛くて痛くて生活に支障が出るっていうのではなくなっているんですね。ちょっと気をつければいいから、動きを。なのでまあお父さんにもその話をしたら、お父さんが言ってるカイロでもいいし、エミに言われたようにフィジカルセラピーでもいいからちょっと行ってみようかねっていう話をしておりますので、まあまたどうなるかわからないんだけど、私も今んとこすごく困ってるわけじゃないから、次のステップにね進んでいこうかなと思っております。サミちゃんね、夜泣きはしなくなって、朝方には泣くんだけど、今の泣き方は自分の思い通りにならない時に甘えてミーミー泣くっていう感じ。ケージに入ってても全然平気なんだけど、私出たいのよってなったら泣くみたいな感じだし、みんなでソファーに座ってると自分だけ登れないじゃんか、ジェラスして泣くとかなのね。一人で好きに遊んでて、でもあれ誰もいない、見当たらなくなっちゃったと思ったら甘えてミーミー泣くっていう感じなので、
ただ闇雲に泣くっていう感じではなくて、ちゃんと意味があって泣くっていう感じになってるんだよね。自我の目覚めっていうのかな、なんだろうかなと思うんだけど、だけどね、それでね、彼女の要望を全て通してしまうと、それはそれでしつけにはならないので、まあ一日ね一緒にいるから、ある程度は線引きして、よく頑張ったなって思ったら彼女の要望に応えるようにするようにしております。お父さんはね、どうしても甘やかしちゃうからさ、思うので、私結構厳しいから、ドライだし。体もね、ちょっとね、大きくなったなって思うし、ただね、ご飯はやっぱりいっぱい食べれないから、痩せてるのよ、あの子。子犬なんだけど、あばらが浮いてるし、お腹がぺったんこなの。子犬はコロコロになるぐらいが、やっぱりちょうどいいかなと思うから、お腹に入る量っていうのは、もちろんね、限界があるけど、体重を落とさないようにだけ気をつけながら、ちょこちょこね、ご飯あげていきたいなと思ってます。まあそれでもね、すごく元気だからね、ただそれだけ本当にありがたいことだなと思ってます。もう2時半になってしまうので、今日はこのあたりで休もうかなと思います。それでは最後までご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。また次回のビデオでお会いいたしましょう。バイバーイ。